小野です酒井ですさあ行きましょうか youtube コメント欄から質問いただきました講師の方々は絵を描くこと以外に好きなこと、得意なことはありますかまたその中でもなぜ美術の道に進むんだと決心したのですかはいああなるほど絵を描くこと以外に好きなこと、はい、うん。 得意なこと得意なことなんかありますか <laughs> あえー、僕は高校生の頃の話をすれば、三角部にいましたうん、うん、山登ってましたね足腰が強い,い足腰強いというかまあそういうあの駆け巡る自然みたいな、うん、<laughs> そういうのが好きでしたねなるほどはいあの好きなことですね、はい、得意なことは得意 絵を描くこと以外で、あ、これは得意だなみたいな、うんえー。高校生の頃はなかったですけど、今は <laughs> 料理が得意ですお。小野さんのカレー美味しかった、ね。<laughs> カレー美味しかった。うん、あの、と。うん、<laughs> 得意料理はカレーです。そうん、すごい本格派なの、ね。本格派。本格派です。<laughs> でも、それは、あの、なんていうか。受験する前じゃなくて、大学に入った後に。 なんかもう、うん、一人暮らしとかをするようになって、うん、だんだん得意になっていったっていうことですね。うん、はい、酒井さんは <laughs> ちなみに何ですかね、カラオケとかですかね、<laughs> 好きなこと。<laughs> カラオケはい、割とカラオケとか行って歌ったりするの好きですね。え、それは昔からなんですか？<laughs> ああ、でもうーん。 子どもの頃ってカラオケとかなかったじゃないですか僕らの世代ってないでなかったんですけしょうないですよはいでもまあ小中ぐらいの頃小学校中学校ぐらいの頃に美術の次にんか音楽の時間とかで一人ずつ歌わされたりするじゃないですか歌いなさいみたいな歌のテストみたいなあありますねああいうのとかはまあまあ得意でしたねへえそうなんだはい 歌うの好きですあ。歌うの好き、はい、得意得意ってことじゃないんですけど、<laughs> 全然、はい、え得意はないんですか？得意なこと得意なことな、うんだろうな。これは得意だな。なんかあるかな？え以外いやー得意かいやないですね。特に。<laughs> ラーメンが好き。ですラ, <laughs> ラ,ラーメン得意 <laughs>。得意っていうかラーメンが好きですね。<laughs> ラーメン大好き。ラーメンを<お><ほ>食べる。いろいろほうぼそうです、ほうぼ食べたり、あと家で作ったり、あのまあインスタントとかですけど、<ー>そ簡単なのですけど作ったりして、なんかほぼ主食ですね、えー。ああ、でもあの大学に入って、みんななんかいろんなことするんだなって思いましたよ。あの同級生たちが、例えば野球部に入ったりとか。 うん、サッカー部に入ったりとかもするわけじゃないですか。サンバやったりとか、うん、なんかこう絵ばっかりやる人たちがたくさんいるのかなと思いきやういう絵,以絵以外のこともみんな結構やるんだと思って割と普通の人なんだなみたいな、えー、そうそうへえー、ってなりましたよ <laughs> なるほど僕なんかはちょっと絵以外ねえだろうみたいな感じで、うん、あそういう点でいうと、うんはい、僕はやっぱ大学入ってはい その3人ぐらいその仲いい友達となんかラーメン屋巡りしてましたね <laughs> <laughs> やっぱりラーメン、はい、ラーメンのなんかこういろいろ調べてここがすごいらしいとか本とかで調べてよし行ってみようみたいな <laughs> あその頃ネットなかったですからね <laughs> そうですねラーメンマニュアル本みたいなの見てはいだからもうそんな感じですかね得意とかではないですけどね いやだから大学に入ってみると多分皆さんあ絵だけじゃないんだこの人たちっていうことで驚くんじゃないかなと僕は思いました美術の道に進むんだと決心したのはいつですかこれたまにちょいちょい<え><す>いつとか書いてないですけは決心したのはなぜその中でもなぜ美術の道に進むんだと決心したんですか、うん、いは うん、やっぱりあのだから自分は美術が一番得意なんだなっていうのは<ー>なんとなく中学ぐらいからですかね自覚し始めて <laughs>、はい、小学校の時は別にうまくなかったですね全然どっちかっていうと下手だったと思います小学校の時うまくなかった全然なんか周りに23人うまい友達がいて憧れてましたね へーうん、思うように書けないなって感じでちょっとイライラしてて<ー>でもなんか中学ぐらいから少し周りからうまいと言われるようになりましたねはあやっぱり得意だなっていうところからがだんだんとそうですね<え>やっぱりその芸大進学っていうのに気づいたらもう中学の時には気づいてたんですか,か気づいてないです中学の時はなんか美術、うん、なんかぼんやりと美術系ぐらいの感じですね、うん え芸大志望をしだしたのは予備校に通いだしてからそうですね<ー>予備校に通,い通う時点では、うん、どこの大学っていうのは特にまだ決まってなくてああなるほど、はい、予備校にいるうちに<ー>なんとなく芸大に行きたいなと思うようになりますまあ大志望なもんですけどね、うん、僕も山登りで大学進学できないですからね <laughs> これなるほど全くあの道はなかったですねもう美術が 唯一成績が良かった高2かな、うん、2> 10段階で10みたいなおおすごいそんなに良かったはい<こ>あ、できるんだ俺ってもああそこまでよくなかったな俺 <laughs> <laughs> 他のが悪すぎたんで技<他の笑>術は一番良かったんですけどね他のが悪すぎました <laughs> 悪すぎた得意な勉強が本当嫌いでああそれは一緒です全然してなかったんで、ま

とねちゃんと勉強しとけばよかったなってね後悔先に言ってましたけどあそんなことない全然ないですね無理ですね僕は無理いやもうあのすごいサボりましたからね僕もそうだったけどまあそれはしょうがないまあしょうがないですいや本当参考になったでしょうかねえっと余談になりますがとあの白文字で書いてあるんです えー、またおちゃびの掛け講習など参加させていただきたいと思います<ー>その時よろしくお願いします講習会、はい、みなぜひ来てくださいはい、はいはい、そんなところでしょうか今日は以上になりますそれではまた次回ですそれじゃねさようなら